レーが運ばれてきましたね。これよく奥さんに言うんだけど、カレーが運ばれてきました。そしたら俺が、日本人の俺が、もしくは日本人の家族の俺たちが、カレーが運ばれてきました。そしたら俺が、日本人の俺が、もしくは日本人の家族の俺たちが、経営者は見てるから、オーナーたちは見てるから、その時にね、しかめっ面したり、ね、暗い顔したりするのに、わすごい美味しそうな料理来たなっていうふうに、そういう顔をしてあげてね。本当に一生懸命さ作ってんだから。今日は鶏の胸肉ですよね、うん、ちょっと切ってみましょう。課題は、カレーの課題はタイでもね、タイでの課題の課題は、日本のカレーの課題は、その塩辛さ、まだ変な厳しい話ですけど、友達と一緒に撮ってるでしょ、アジア回ってきましたさ、世界一周やってきましたって言って、ね、一緒に飯食うでしょ。その飯の食い方をして見てて、あ、その土地土地では愛されていかないなこいつっていうのは、ね、いい友達できずに世界を回っていきたいと思う。食い方見てると分かるわけ、うん、自分が作ったものもさ、美味しいっていう感じで食ってくれたらね、無条件に人って好かれるわけ。クーガーとしての心を聞く場合みたいなのが、理解できないものが、ね、日本を飛び出して世界に、なんか日本息苦しいですって、ね、日本なんかストレス社会ですって、ね、海外に飛び出してくるよね、うん、それ逆なのね、本来ね、日本別に息苦しくねえから、うん、本当はね、その態度がその人を追い込んでるんだと思うんだよね。美味しそうに人が作ったものを美味しそうに食えないとかさ、ね、人の行為に気づかないとか、そうすると全然面白くないわけじゃん。周囲の人間に必要とされてないんだよ、普通に痛くないんだよ。ただ姿勢を正してさ、ね、礼儀正しく食ってりゃいいかもしれない。そんなことは誰も望んでなくて、一生懸命作ってくれたものを美味しそうに食えるけどね。ましてやうちは日本人だからさ、特にカレーとか日本食とかさ、もしくはタイ料理でもいいんだけど、うちらが美味しそうに食うって嬉しいわけや。世界に認められたようなさ気持ちになるわけ。その力をフルに発揮して世界をぐるぐる回ったのと、何も使わずに、その後 何も考えずに旅行してるのとはさ、すごく差が出るよね。そういうことを親が教えないと、子供にね、友達は教えてくれないで言うと嫌われるしさ、親が教えてくれないと、誰も教えてくれないと思う。自分探しの旅で世界一周してみましたっつって、そういう時って逆に自分探しの旅で世界一周しちゃえるってことはなかなか見つからないことだね。世界の裏まで行って自分が見つからないってのはさ、じゃあ自分って何なのって話になるよね。相手に認められる自分でしょ、簡単に言うと。誰かに評価される自分らしい自分、ね、受け入れてもらえる自分、ね、世の中の人間に応えられる自分、ね、需要と供給に参加できるというかさ、新しい価値を見出せるというかさ、要は他人ありきなわけよ、自分探しなの旅行ってのはさ、もしくは自分探しってさ、自分のなりたいことと、ね、それが社会に受け入れられるという、うん、ね、誰かに好かれなきゃいけないんだよね。逆に旅の長い人に限ってそういうことが分かってないよね。分かってないから旅が続けられるっていうことかもしれないけど、旅好きの、ね、特徴、怖さ、
綺麗に作ったね、カレーね、一生懸命やりました。自分の店でたまにあるのが、スタッフがとんでもないラーメン出すんだよね。テンパっちゃったりとかさ、新人だったりとかさ、そういうことで、うん、いや俺がいればさ、それに気づいて謝りに行けるんだけど、いない時もあるね。そういう時はお客さん怒って帰るんだよね。食えねえもんな。もそれをインスタグラムとかさ、ブログとかフェイスブックとかに書くわけだね。そういうのが昔の俺のラーメンがたくさんあって、最近の俺の今のラーメンに対してはあんまないんだけどね。でそれをさ、スタッフが見つけてさ、教えてくれる、どういうこと書かれてますよ、うん、はい、申し訳ないなって思うと同時にね、客からしたらさ、客からしたら自分の1回の食事を台無しにされたっつって怒るわね。でも大きな目で見たらさ、スタッフが、ね、新人さんだったのかな、何かうまくいかなかったのかなとか、そういうことがすぐ想像ついてさね、ちゃんとオーナーに言ってほしいよね。なんだ、今日のラーメンはあれだよ、薄いよとか、なんか冷たいよとか、何も言わずに家に帰って一人で怒ってるっていう状態。どんなに俺が頑張って、ね、一生懸命やっても失敗は起きるし、それがすぐにスタッフにはさ、自分がどんなふうに頑張っても、その技術やさ、思い入れがスタッフに伝わるには時間がかかるし、時々失敗はあって、うまくいかない料理をさ出してしまうのはどうしてもあるよね、特にタイは。うん、SNS 慣れしてる人間はさ、それをいいことに SNS に投稿するよね、その感情を利用して。子供たちにはそういう風にはなんないよって、じゃあそういう風にならないためにはどうすればいいのかなっつったら、自分でやってみなっつったら、うまくいかないことがたくさんあってね、悔しい思いたくさんするから、ね、自分は一生懸命やってんだけどね、だらけたスタッフがそういう風にして、ね、店全体の評価が下がったり、結果を取ってたお客さんが怒って帰ったりする、ね、うん、でもさ、一生懸命やってるなってのはさ、他を見ればわかるわけよ、ね、そもそも店が存在してるって時点でかなり頑張ってる状態じゃん。たった一杯のラーメンがさ、たった一杯のカレーがいまいちだからって、それを第三者にさ、鬼の首取ったようにさ、わーわー言っちゃダメだけよ、人間として。言えるよ、言っても音がめなしだよ、道徳的にそれは絶対間違ってるとかさ言い切れない節もあるんだけど、でも幸せになりたかったらそれはするな。なんでかっつったら、そっちの方が難易度高いから、人間としての認識力は視野が広い、抽象度が高いって言うんだよ。そうそう、ギターにはしていってるんでね、セロにはもちろんしないよ、うん、うん、まあ、頑張ったな、ありがとう。